にちは、みおとです。本日の吹奏楽動画でございます。今日はちょっとね、面白い企画をやっていこうかなと思っております。早速発表したいと思います。今日使うのはこちら。はい、こちら Google 翻訳でございます。いつもお世話になっております、 Google さん。皆さんはね、もちろん日本人なんで、その日本語を入れてそれを英語に変換したりだとか、韓国語に変換したりだとかっていう風に使うと思うんですよ。だけど今回は中国語から日本語に変えたいと思います。これどういうことが起きるのかっていうと、例えばね、チンジャオロースって打つと、はい、ピーマン細切り豚肉と出るわけですよ。こういう風に漢字だけの単語をこういう風に中国語のところに入れて、それを日本語に直すとどういう風になるのかっていう感じ。チンジャオロースだったらこの結果ってなんとなくわかるじゃないですか。他にも例えばラーメンとか打つと引っ張る、まあね、あの食べ物とその動詞っていう意味では全然違うんだけれども、ラーメンって言ってしまえば引っ張ってるじゃないですか。そういうところでは理にかなってるなって思うんですよ。今日はこの中国語の部分にあの音楽用語を入れていきたいと思います。それを日本語に直した時にどういう風に変わるのかっていうのを見ていきたいと思います。そうだな、まずは出始めに合奏とかやってみますか。はい、出ましたね、アンサンブル。なるほど。まあまあまあ、なんとなくこれも理解できるというか、吹奏楽の世界で言うとさ、こうなんか少人数で演奏して大会出るみたいなね、そのアンサンブルですけれども、これはねすごく納得ができますね。じゃあ次は、合奏だ、奏者とかやってやる。奏者プレイヤー、おー、これはそうだね、まさにその通りだと思います。奏者があるんだったら指揮者もあるんじゃないですか。司令官、ちょっとかっこいいな。まあまあ意味合い的にはそうだね、似たようなところありますからね。これもなんとなくわかる。なんかぶっ飛んだやつとか出てこないかな。楽器とかやってみますか。楽器、なんでやねん。楽器が探知機になるみたいですね、どうやらね。だからトランペット構えて外で練習しているとピピピピピピつって、あの宝が見つかります。次は音符。はい、尾行。ん、音符が尾行になるの？尾行欄とかの尾行でしょ？その他とはまた違うのかな？でもなんだろう、遠からず近からずっていう感じなんだよね。物としては全然違うんだけど、まあなんか180度こう考え方を巡らせたら納得できそうな感じしますね。じゃあ次、休符。休符は何が出る？時。かっこいい。休符ってね、言ってしまえば吹かないところ、休みのところ、その瞬間を時と表す。かっこいいですね。だからパードレやるとき、君何やってるのって言われたら、あ、僕ここ時ですって言ったらいいんですよ。お前何言ってんのって言われますよ。じゃあその音符休符が書かれている楽譜。音楽スペクトル。かっこいいな、さっきから。スペクトルってなんか光のなんちゃらとかっていう意味じゃなかったっけ。楽譜、なんだろうね、楽の部分が音楽になって譜がスペクトルになるのかな。譜だけでさ調べてみるかい。譜面、譜、スペクトル、あ、やっぱそうだわ。楽が音楽で譜がスペクトルだわ。次、管楽器いってみましょうか。管楽器、ででん、チューブカッター。恐ろしいな。管がチューブになるのはわかるんだよ。楽器が今度カッターになるってこと？でもさっきさ、楽器ってさ、探知機って意味だったよね。チューブ探知機とかになんないのかな？チューブ探知機って役に立たなそうだね。まあ、コントラバスとか打楽器以外の皆さんは、チューブカッターを弾いている、吹いているっていうことですよ。気をつけてください。怪我しますよ。じゃあ、金管楽器ってどうなるんだろう？金チューブカッターってことになるよね。金管楽器。金管検出機。あれ、組み合わせる感じによって全然違いますね。ガラッと変わりますわ。金管を検出する機械だったのか、金管楽器って。じゃあ木管楽器はというと、木管カッター。こっちは木管カッターなんだよな。まあどのみちみんな楽器吹いてねえっすわ。金管楽器、木管楽器ときたらもう打楽器。いびき装置、誰がいびき装置やねん。音がでかくてうるさい装置ってことか。だったら理解できるぞ、なぜいびきで表す。ちょっと打楽器の中でも一個だけなんか検索してみたいな。日本っぽいやつがいいから、和太鼓、そして太鼓。意味が分からない。木琴和太鼓って書くとさ、木琴そして太鼓っていう風になるんかね。和という概念がそもそもないのかな、日本特有のもんだから。和がそしてっていう意味だもんね。そして最後ですね、やっぱり吹奏楽部なんで、吹奏楽、遊ぶ。遊びじゃねえよ、吹奏楽は。はい、ということで本日は中国語から日本語に音楽用語を変換してみました。中国行った時にね、こう吹奏楽っていう紙を出したらね、中国人の方々は遊ぶ
ていう認識をしてしまうかもしれませんね。そしたら友達だもん。多分ね、僕のこの使い方自体が間違っているんじゃないのかなって思うんですよね。まあ、それを分かった上でこの翻訳をしたので、ちょっとおかしなね検索結果にはなりましたけれどもね、なかなか面白かったのかなと思っております。はい、ということで本日は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。